ちは。今日もこの大活躍ですね、このオレンジページ糖質オフおかずおつまみ、これでまたですね、このページが大活躍なんですよね。このマヨネーズ&チーズでお皿おつまみというところで、今までサバのね、あ、ごめんなさい、きゅうりとサバ作ってましたね。それからこのカマンベールも作ったんですけども、このページは、ね、気になるんです。卵とチーズの袋焼き、これを食っちゃいます。こちらは油揚げにとろけるチーズと卵と長ネギに七味です。はい、じゃあこの小揚げ、これで袋を作りますね。こうやってパパパパッと、はい、できました。ここにね、生卵を入れます。上手に入れないとこぼれそう。はい、よくできました。ここにチーズを 10g、 まあ大体目分量でいきますね。チーズつければもうちょっと入れていいかな。このぐらいかな。じゃあ爪楊枝で蓋をします。はい、うん、よいしょ、こんな感じかな。これを焼いていきます。じゃあこれをね、油揚げですからね、油を引かないでフライパンにで焼いていきます。7、8分焼きます。どうでしょう、ちょっとそろそろ裏返しますか。あ、いいですね、きつね色っていうんですかね。あ、こっちはね、もっといってますね、うまそう。はい、あと3、4分焼きましょう。お、もういいですね、これで。はい、おお、ちょっと焦げちゃったかな。これで完成です。卵とチーズの袋焼き、見てください、ここちょうどいいですね、火の通り具合が美味しそうです。じゃあいただきます。醤油をかけないでつけて食べるというのはちょっと私塩分控えめのコツなもんですから、つけて食べます。いただきます。うん、チーズ、卵、揚げ、大好きなものばっかりです。美味しいに決まってますね。もう100点満点です。ごちそうさまです。